ゆっくり特殊機大です。うっかり作者です。前回の最後に次の疑問点を挙げました。1. 豊に貢献人はいたのか ?2. 高見虫の神とは何者なのか ?3. 不敬神話の意味するところは何なのか ?4. 豊はいつどこでどのように亡くなったのか。お前、柄にもなくテロップにこだわろうとしてるだろ。はい。いちいちうるさいからやめろ。ち。なお、4については後日の解説となりますが、1から3については今回解説したいと思います。では、よろしく頼む。はい、まずは後見人についてですが、13歳で王になったのだから間違いなく豊には後見人がいたはずです。また、岩戸神話後に高間ヶ原の実権を握ったのが高見虫氏の神とわかっていますから、神話上の後見人は高見虫氏の神ということになりましょう。なるほど。では、木から使わされた再創演主張性が高見虫氏の神のモデルなのでしょうか。それとも邪馬台国の官僚たちがモデルなのでしょうか。あるいは大下壇王がモデルなのでしょうか。さすがに壇王ってのは無理があるんじゃねえか。ちなみに後見人が長生といった説は、長生が西暦266年まではに滞在したといった前提で成り立つ説です。それもちょっと無理がありそうだな。そこで僕は高見虫氏の神からその人物を考えてみました。それでわかったのか。いえ、わかりませんでした。だったらここまでの下りいるか。ただ、神社の分布を見る限り、北部九州の人ではないかと予想します。そりゃそうだわ。邪馬台国北部九州説の人たちなら大体みんなそう考えているわ。そんなことよりも右傾神話ですが。おいおい、ここまでの話はお前が振ったんだろうが。ま、気にしてても話が進まん。続けろ。はい。では、右傾について説明します。右傾とは、アマテラス大神に会いに来たスサノオの潔白さを証明するために行われた儀式のことです。スサノオはアマテラス大神の勾玉を噛み砕いて雨の牛ほみに立ち御神を生み、アマテラス大神はスサノオの剣を噛み砕いて宗像三神を生みました。アマテラス大神が身につけていたものでスサノオが雨の牛ほみに立ち御神を生み、スサノオが身につけていたものでアマテラス大神が宗像三神を生んだので、それぞれの子供たちは入れ替わります。つまり、スサノオの子がアマテラス大神の系統を継承したように、壇王すなわち糸国の王族が卑弥呼の系統を継承したのだと僕は考えるのです。ついに言っちまったな、お前の壮大な仮説を。はい。しかし、内容的にでかい仮説だわ。そんな壮大な仮説なんて証明できるものなのか。はい。神武天皇がアマテラス大神よりもスサノオに近いことは、いつか証明できるかもしれません。熊野、という言葉で。しかし、いつも思うんだが、お前の雑談。本編より重くねえか。そこはご愛嬌ということで。ところで神武一行はどうして岡田宮にまで来たのでしょうか。東に行くのであれば、多くの人たちが指摘する通り、宇佐、姫島、岩井島と進むのが一般的です。上流などの関係で普通の長門国沿岸線とさえ言われているくらいですから。確かに不思議だな。それに風待ちにしては場所が不適切だと思うんです。では、岡田宮で神武一行は一体何をやっていたんだ。もしかしたらこの岡田宮で神武一行は玄界灘勢力と何かしらの協議をしたのではないでしょうか。サミットのようなものか。そうです。もし、玄界灘を意識していなかったとしたら、果たして、わざわざ関門海峡を通過するでしょうか。なお、岸和神殿には、上国から異国には特にいた卒を置き、諸国を検察させている。諸国はこれを恐れている。糸国に常駐し、中国の獅子のようである、と記述されています。その絶大な力を有するという糸国との間で、当選についての最終的な調整がなされたのではないでしょうか。確かお前は糸国当選説も考慮に入れていたな。はい。糸国管轄下にある玄界灘。邪馬台国管轄下にある周防灘。その境として考えるなら岡田宮は逆に最適ではないでしょうか。なるほど。しかし、ふと気づいたが、お前は玄界灘とか周防灘とかいった感じで地域を分けているのだな。はい。少なくとも現代の県で分けることには反対です。
どうして？なぜならそれだと僕が邪馬台国と考える東原地区遺跡群が福岡県と大分県の県境となってしまうからです。思いっきり自己都合じゃねえか。でも、僕は古代を語る際、航路や道で区分するのが妥当だと考えています。ま、確かにそうかもしれないな。ついでに言うと、航路や交易圏に目を向けたとき、僕の考える邪馬台国がある場所は、大陸との交易、日本海との交易、瀬戸内との交易、南洋との交易、それらが全て交わる交通の結節点だと思うのです。だからこそ注目しているのです。また、熱く語り始めたな。博多湾を中心に古代を考えれば、東九州なんてものは辺境に過ぎません。しかし、関門海峡をまたぎ、周防灘、さらには瀬戸内海までをも考慮したとき、西部瀬戸内という地域は、和連合の中心、いや、世界の中心、いや、宇宙の中心とさえ言えるのです。さすがにそれは言い過ぎだろ。人は、交易圏を求めて広がり、交易圏の中を人と物が行き交います。それは土器の有効にしてもしかりです。だから、交易圏がまだ確立していなかったとしたら、たとえ人務統制があっても土器の有効は拡散しません。しかし逆に交易圏が確立していたとしたら、たとえ人務統制がなくても土器の有効は拡散します。これは自明の理なのです。この交易圏の確立が当選前ではなく後だったとしたら、土器分布は当選前と当選後のどちらの勢力を中心としたものになるでしょうか。おいおい。一旦止めろ。話からずれてきたぞ。それにその土器分布とやらは自分でちゃんと調べたのか。勘です。また出たな。お前の、口だけ統計学、口だけ考古学が。それはともかくとして、一旦話を元に戻すと、少なくとも雨の日ぼこの妻である明る姫の当選ルートも姫島経由なので、やっぱり岡田宮は経由地としては少し不思議です。しかし、その一言のために今回もお前は脇道にそれ、えらい尺を使ったな。そういうところがうっかりです。いや、ちゃっかりのような気もするが。ちなみに義士は神殿に登場する箱と、僕は岡田、と考えています。博多でなく岡田か。しかし、どうしてお前はエッチを発音しないんだ。アワーを、アワーと発音するようなものです。そこだけ英語かい。ちなみに景行天皇は九州遠征の際、周防の鯖から豊国の煙を眺めています。そこから豊の国に向かったのか。普通に考えたらそうなります。ところで話が変わりますが、その周防は玉祖の末裔が治める国です。また寄り道か。はい。確か玉親の御事は天孫降臨に従った五都能の一人だったな。そうです。そして、僕は五都能の勢力図をこのように考えています。お前、10年ぶりに地図を書き直したな。僕は思うんです。同じ地図でももう一度書き直したら新たな発見があるかもしれないと。お前、地図書き直しただけでなんか偉そうだな。言うのはただなので。しかし、玉造り部の祖である玉親の御事を周防、中富氏の祖である雨の子屋根の御事を宇佐、印部氏の祖である太玉の御事を阿波土佐貫、に考えることはわかるが、どうして雨の渦目がお前が考える邪馬台国で、どうして石堀止めの御事が糸国なのだ。やはり聞かれましたか。そりゃ気になるわ。雨の渦目が嫁いだ猿たちこの神は雨の八幡の神。八幡、邪馬台、邪馬台国。つまり、ダジャレかい。はい。また、石堀止めの御事については最初紀伊国を疑いました。どうして？紀伊の日の熊宮で祀られる日の方の鏡、国か霞宮で祀られる日ぼこの鏡は、石堀止めの御事が作ったものだからです。なるほど。しかし、日ぼこの鏡、気になりませんか？雨の日ぼこか。そうです。また、雨の日ぼこは大海の国の鏡村の末人を率いたとも言われています。糸のあがた主の先祖が雨の日ぼこと言ったことを考えると、石堀止めの御事の出身地が糸国となるわけだな。面白くありませんか？確かに興味深くはあるな。なお、糸国は磯国がなまったものだとも言われています。また、邪馬台国の使者に台風のなしめと年のゴリがいますが、年は官職名として、このゴリが磯国のゴリだったとしたら、磯ゴリ、石ゴリ、石ゴリ止めの御事。結局、最後はダジャレじゃねえか。
遊びはこれくらいにし、次の話題に移ります。どこからが遊びだったんだよ。ところで僕は魏志倭人伝に登場する周辺諸国を順番に、島国、岩木国、伊予国と考えています。しかし、島国が宇佐島の島、伊予国が伊予はわかるとして、岩木国が岩木というのは無理がないか。はい。確かに岩木という説もあります。ただ、僕は後の謙信らしの航路、また、熊毛神社の祭神が神武天皇の兄である三毛入野の命であることを踏まえ、熊毛王国と知られる岩木を岩木国だと考えたのです。あともう一つ。それにかこつけて岩木山交互石巡りをしたかったので。お前、旅行を楽しんでるな。はい。ま、興味が広いことはいいことだ。ご理解ありがとうございます。そして、神武一行は秋に到着しますが、どうしてここに寄ったのかが不思議です。また何か航路的に不都合でもあるのか？いえ、だって広島ってど田舎でしょ。今の発言、広島県民を全て敵に回すわ。広島にだって色々と遺跡や古墳があるだろ。もみじまんじゅうや宮島だって有名じゃねえか。そうでした。忘れてました。もう一つ、友人と三好の遺跡を見学したことも思い出しました。そっちを先に思い出せよ。もう随分前になりますが、僕は四隅突出型墳丘墓のルーツが三好にあるのではないかと考え、中国山地を目指して旅したのです。なんだかんだと言ってんじゃねえか。最古級の宗助池西二号墓、特殊器台と特殊壺を有する八谷墳丘墓。博物館で見たあの見事な特殊器台と特殊壺。我が心は、今も吉備、出雲を。おいおい。解説に戻ってこい。我を忘れてました。特殊器台が好きなものですから。それは俺とお前の姿を見ればわかる。では、話を戻します。もしかすると、神武一行は三好経由で出雲国と何かしら話し合いをしたのではないでしょうか。またサミットか。はい。単なる経由地や宿泊地ならもっとたくさんあるはずです。わざわざ記述されるということはもっと大きな意味があったのではないかと僕は思うのです。なるほど。そうそう。日本書紀の一節ではスサノオが秋の国の絵の川の川上に降臨することをあなたは知っていますか？お前、そういうことだけはよく知っているな。その絵の川の川上が三好なのです。確かに興味深いな。そうそう出雲国で思い出したわ。お前、ちっとも日本海勢力を出さねえな。日本海勢力は侮れないくらいに大きいはずだろ。むしろ瀬戸内海のドンツキである大和なんかよりも先進国だって言うじゃねえか。僕は出雲や谷葉は連合に含めていません。そのため、今までは登場しなかったのです。そういう理由だったのだな。しかし、ようやく次回は俺のふるさとだぜ。でも、そろそろキャラ替えの季節かな。今、何か恐ろしいことを思わなかったか。いえ、気にしないでください。なんか気になるわ。ご視聴どうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録。おいおい。ちょっと待て。そこは心理学的には、押すな、と念押しした方が押すらしいぞ。さすがにそれはアコギすぎます。よかったら高評価、チャンネル登録。迷ってんじゃねえか。よろしくお願いします。